まずですね、ここに書いてあるのは、政府は民を守るならば現物の今の50分の1ぐらいですよ。これはね、私どもはあくまで汚染ゼロっていうことを主張しなきゃいけないけれども、ある組織やまとまりで出荷するかしないかというようなことを検討するには線を入れる必要があります。ここに書いてあるのは、ドイツの国は内部曰くを考慮しながら1キログラム8ベクレル、子供は4ベクレルというような値を持っていますが、それに同じような水準にして、仕切っていこうと。それで、消費者と生産者は同じ被害者ですね。これで今特に生産者の方で、個別にバラバラに置かれて巨大な設定値をして、生きていきたいならば自分で売れってわけなんですね。どんなことが起こるか、ものすごく悲惨な状況です。ですから消費者と生産者はきちっと同じような目標で、例えば1キロ8ベクレルなら8ベクレルということに設定して、生産者で自主測定をして、それ以上だったら全部東電国に買わせる、消費者はそれをバックアップする、そういう体制をしなきゃいけません。今消費者がですね、非常に苦難に陥っている汚染された地帯の農家の人が沖縄に来て、お米買ってくださいって言うと、買ってやることが支援になるならばいくらでも支援しましょうって言って買って食べてしまうんですね。それはやっぱり両方とも破滅していく道だと思うんです。大きい意味で支援をしていく必要があると思います。で、3番目はですね、今 TPP だなんて言っていますが、とんでもないことだと思います。汚染のないところで食料の、きれいな食料の大増産をしなきゃこれから持っていきません。で、これは例えば沖縄でもですね、休耕田とかお年寄りになってもう耕せなくなったという、そういう土地がたくさんありますので、こういうのをくまなく列挙し、ピックアップして、それで汚染地帯の農家に避難ということも含めて、ここで生産していただけませんかという、そういう働きかけをすれば、なんとか避難ということも両立して食料大増産ができると思います。汚染が今年で終わりであるわけでは決してありません。から4番目はですね、検査せずにはブルーベからず買うべからず、これ徹底してやらないと当然しのげない。生産地で判断できるかというと、もうそういうことができる状況ではない状況になっています。で、ここに書いてある食べ物に対することはもっといろいろ検討すべきことがあると思うんです。それから除染ということもですね、先ほどウクライナなどの国で決めた値の程度でまず判断して、巨大な汚染状態があるところに一生懸命国は除染っていうことをやって人を戻そうとしていますが、近くに山があればすぐいくらやっても元に戻ってしまう。そういうところで国があくまで人の健康を守るという視点を強烈に持たせていく、それは市民の力がないと、全く達成できません。内部被曝を隠しているというのはアメリカの核戦略でやられているもので、ね、沖縄に米軍基地が押し付けられている構造と全く同じです。そういうふうにアメリカに追随して日本政府がこの市民の命も軽んじている、そういう政治をする限り、この内部被曝の問題も決して、解決はしません。そういう意味で市民がいかに声を上げてきちっと、まとまった声にしていくかというのは、これがとっても大事だと思います。
ちょっとお前いたしましたが、これで私のお話をしてもらって終わらせていただきます。大崎先生、貴重なお話をどうもありがとうございました。続いてご紹介しますのは、福島県南相馬市小高区から強制避難されてきた鎌田昭三さんです。鎌田さん、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました小高区南相馬の、私の家は原発から17キロの地点にあります。まあ、そういうふうなことでも帰るに帰れないところにね、すみません、中央で、そういうふうなことで